昔のヒーローみたいになりたいって思ってた。新聞紙丸めて作ったもんを空にかざして、ぬいぐるみのクマさんだって眠ってた。あの頃机の上で布団の中で夢を広げて、偉そうなひげ生やしてさ、スクリーモンの嘘信じてさ、ダメになりそうなほど自分にムカついてるだろう。おーおー、居心地のいい檻の中で僕らは失われてく本能に狂いそう。獲物を食いちぎる剣士も唾液に溶かされてく絶望のない夢の中で僕は寝かされて、気づかないほど現実は辛いよ。誰かの知ったれるをなぞってはもう行けないだろう。もういいかい、まだだよって繰り返す毎日に嫌気がさすよ。鏡の中の君は笑うの、被害者面さらしてさ、まがいもんの僕演じてさ、鬱になりそうなほどごまかしてんだ。そうだろう、おー、バランスのいいシーソーで僕らは何も壊さず何も作らない。傍観者になり下がっては他人を羨むだけ。栄光のない道先をそっと見据えてりゃ愚かだってこと、そろそろ気づけよな。新しい時は己が切り開いてゆく、そういうもんだろう。心地のいい檻の中で僕らは失われてく本能に狂いそう。獲物を食いちぎる剣士も唾液に溶かされてく絶望のない夢先で僕は寝かされて、気づかないほど現実は辛いよ。誰かの知ったレールをなぞってはもう行けないだろう。